しかし、勝手に合鍵を作るとか違法なことはしてませんよ。幽霊にドアをすり抜けさせて中から鍵を開けさせるなっていう法律はないが、世の中にはマナーっていうものがあるだろう。ああ、ネットなんかの広告である。それはバナーだ。オーストリアの作曲家ですか。それはマーラー。イギリスの女性ミステリー作家で。それはマーガレット・ミラーだ。惜しい。そこはマージェリー・アリンガム。ミラーはアメリカですよ。そんな細かいことを気にする段階はとっくに超えていなかったか。また負け惜しみよ。彼女にマナーとか細かいことを言っておいて。親しき中にも礼儀ありってことわざがあってな。はいはい。それで誰にこの店を教えてもらったんです？おう、サキさんだ。一緒に来る約束をしてたんだけど。マナー！それこそマナー！親しき中にも昔の女と来る予定だった店に現在の彼女を連れてきますか！だから恥を忍んだと言ったろう。論理がおかしくなってますよ。彼女じゃないから恥を忍んだと言ってたじゃないですか。なら論理的にはお前は僕の現在の彼女ではないということになるのか。論より証拠ということわざがあるでしょう。過去に何度か私を彼女と人に紹介したことがありますよね。僕にも背に腹は変えられない時があるんだ。そこまで私を彼女と認めるのに抵抗がありますか。はあ、お前を彼女と紹介すると大抵の場合僕は犯罪者みたいな目で見られてたな。お前は黙っていれば背丈から何からかなり幼く見えるんだ。それこそ僕は法に触れることをしていると思われかねないんだよ。まあこのご時世いろいろありますからね。そこは申し訳なく思います。しかし背丈はどうにもならずとも胸は先輩がもっとまめに揉みしだいていればそれなりに大きくなって幼さもなくなっていました。まめに揉みしだいていればその自分の怠慢を棚にあげるとはどういう了見ですか。それで大きくなるというのは都市伝説だ。信じるな。